正しい休日シリーズ11、ゆっくりと、マイケル井上の、何がやりたい、松田雅彦。こんにちは、ゆっくりです。松田の知り合い、マイケル井上です。松田の例のグダグダ話ではなく、ゆっくりが頑張りますね。これは、いつか行った山のパノラマ写真なんですが、例によって彼は、これがどこの景色であるか、覚えておりません。最近 iPhone で撮影した写真は、GPS が場所を記録してくれるんですが、それがない時はこの写真のように、困ってしまうことになりますね。松田って整理が下手くそですからね。確かに。でも多分これはアスカじゃないかな。アスカの天橋の丘から見た景色によく似ていますね。あ、そうですね。これは確かにアスカ村。ゆっくりも、そう思うでしょう。うん、よく見たらわかった。ところで、今日は松田雅彦の悪口で押していきたいんだけど、どう？それいい。とてもいい考え。あの、ふざけた男の悪行を全世界に発表しましょうよ。そうだろ？松田は最近、調子に乗りすぎてるんだよ。僕は前から気に入らなかったんだ。私もです。とにかくあの男さえいなければ、日本のバイク業界は平和なのだ。悪いのはあいつ、松田、井上さん。早速ですが、井上さんの知ってる松田の一番情けないエピソードって、何ですか？そうですね。やはり、あれかな。何何？うん。松田の人生最大の痛恨の一撃を教えてあげるよ。うん。松田の部屋ってさ、エアコンがなかったわけよ。ま、テレビもなかったんだけどね。それで夏の暑い時なんか、あいつは一枚一枚、服を脱いでいくわけよ。当時、松田には好きな女の子がいて、真面目なお付き合いをしてたんだ。お、いいね。そうなんだ。いい感じだったんだ。でもね、松田は別れた前の彼女とも、遊び友達として付き合っていたんだ。それは別に、いいじゃない。恋人はやめて、友達なんだから。まあそうなんだけどね。でも、松田、その前の彼女とトランプを使って、博打をしてたんだよ。博打を。そう、博打。で、エアコンがないもんだから、二人とも、パンツ一枚。え、何それ？女子と男子が、パンツ一枚で、トランプ博打。そうなんだ。そこまでこなれきった関係で、風景ははためには、エロなんだけど、当人たちは普通に、夏の装束で、初期払い博打を、楽しんでいるつもりだったんだ。暑いから脱ぐ。ただ、それだけだったんだ。はっきり言わせてもらうと、最低、現代用語で言う、バカップルということだな。で、博打が佳境に入り、大騒ぎをしているところに。わかった。そこへ、真面目にお付き合いをしている彼女が来たな。そう。松田、人生最大の狼狽で、その時松田が取った行動が。取った行動が？互いの紹介。キミコ、こちら。前に話してた、カオルちゃんです。カオルちゃん、こちらは友人のキミコ、ってな感じ。ただしキミコ、裸。終わったな。終わった。終わりきった。結婚まで考えていたカオルちゃんは、一瞬で消え、キミコのせいでカオルちゃんが去っていったような気がして、キミコとも遊ばなくなった。バカすぎるけれど、それが最大のエピソード？バカだよな。バカなんだけど、人生最大の精神的ダメージは、まさにあの時、松田は寝込んで、その後病院送り。相当惚れてたんだな。そうらしい。それから松田は、深い反省を行い、金輪際女子とパンツ、立て膝で、博打を打つことはやめる。と、自らの心に、固く誓ったらしいよ。勝手にしろ。ゆっくり、こんなしょうもないことで、時間を浪費するのはやめて、僕との今夜のディナーを計画するっていうのはどうかな。ノーサンキュー。残念だ。しかし、ロボに会話させるという目論みは、成功した。マイケルの野郎、好き勝手なこと昔やがって、まあ、実は、まあ、ああいうことは実際もなかった作り話なんですけれども、なんか明らかにあったような感じですね。あれはさすがにないですね、ああいうベタな話はね。まあ結局ね、ロボに会話させるというのは、まあ、いけましたね。しかしこれ、うん、いけた。めちゃめちゃテーマがあるね、これね。
うん、でも喋らなくていいというのは、うん、俺のこれグダグダの方がまだマシじゃないですかこれ。でもゆっくりもいいと思う。ゆっくりね、まあ、たまにはね、ゆっくりとマイケル井上にはね出てもらってね、言いにくいことは全部あいつらに言わしましょう、ね。まあ、それぐらいしか使い道はないなこれな、うん、うん。